はい、また始まりましたね。そうだな、どんな感じにしようかな。違う、取っちゃった。はい、じゃあまたやりましょうか。きれいに洗いました。玉ねぎ。なんだろうこれ。いや、ちょっと入っちゃった。これか。これも開けちゃおうか、2個。これも少し混ぜようか。いや、開く。よし。よいしょ。カメ。そして、まあ、お味噌。わかめ大丈夫かい？このしじみ汁にもね、わかめ入ってるんですよ。ジミーさん、そして卵。卵こうやって使わないとなかなか終わんないからね。
缶詰だけだとちょっと寂しいので、これか、これ入れてからミートボール。何分間だっけ、なんて書いてあるの、ボイル3分、ボイル3分でした。よいしょ、ミロさんも終わりだけどもう買わないです。今度はね、スキムミルク、これがメインになります。三温糖、ミロとスキムミルク3分 OK 完成です。今日はね、炊きましたからね、こんな感じね、どうでしょう、このくらいこのくらい食べようか、うん、すごい量、半分くらい残ってるけど、はい、じゃあね、これよそいますか。卵のところ。なんかしょっぱそうな色していますね。ここに入れちゃおうか、器汚してもね、洗うのが大変だし、よいしょ、そしてどうする、日本のイワシだって、まあ日本の八戸の工場で製造したわけなんで、まあ開けちゃうか、フルトップ失敗しないでね、失敗すると大変だからね、開けるのが。また海苔でも、まあ5枚くらいかな、
な感じで5枚。そんなに急いで減らさなくてもいいんだけど。よいしょ。これが梅じそ味の、まあ、缶詰のイワシ。うん、梅じそ味が してますよ。こんな感じなんだね。あ、この梅じそ味のねイワシね、意外と美味しい。まあ、どんな感じかなと思って買ったんですけどね。この卵をご飯の方に移動しようか。そうすると美味しくないかもね。うん、しじみだね、やっぱり。アサリかシジミかよくわかんないけど、卵かけご飯。梅じそイワシ。
それではね、今回も、まあ、お味噌汁、まあ、しめじかな。まあ、それと、まあ、缶詰、梅味のイワシ。それと、まあ、シャーローワンズ、ミートボール。大変美味しかったですよ。ご視聴ありがとうございました。